はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、榊優也です。さあ本日なんですが、ついにね、診断にてオットアイズペンデュラムグラフドラゴンとかいうぶち壊れモンスターが追加されましたので、まあぶち壊れは言い過ぎか、めっちゃかっこいいモンスターが実装されましたので、今回は EM オットアイズデッキを組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。このデッキもうペンデュラムテーマのねかっこいいところをね、まあ、体感できる非常に素晴らしいデッキなので、ぜひね皆さんも組んで回していただければなというふうに思っているんですが、基本的にちょっとペンデュラムテーマって全部の効果説明してたりとか展開説明してると本当5万年ぐらいかかるんですよマジで。なのでちょっと今回の診断はざっくり説明だけして、展開はちょっと別動画で出そうかなと思って、で今回は対戦動画をちょっと見ていただいて、で展開動画知りたい方はその展開動画の方をまあちょっと別途見ていただくっていう感じにしようかなと思ってますね。でこのデッキどういうデッキかっていうと、まあペンデュラムモンスターたちを駆使してまあ展開していって、でこのエクストラデッキにあるねまあオットアイズモンスターであるとか、それからまあシンクロモンスターであるバロネスとか、こういうね、あとアポローサとか、こういうなんか強そうなエクストラデッキが出てくるモンスターをまあ出していくっていう、まあペンデュラム召喚を使ってまあエースモンスターであるこういうモンスターをバンバン出していこうっていう、そういう感じのねテーマになっていまして、まあ展開デッキである都合上やっぱりちょっと手札誘発とか入れにくいんですよ。結局ペンデュラムデッキってその、まあ、どんだけ手札がペンデュラムモンスターによるかっていうところがありまして、まあちょっと最悪その増殖する字だけマジ重いから、うららとか墓穴は入ってんだけど、ちょっとね他のねなんかね手札誘発とか入れてると事故るんだよね。こうっていうのはこうなんでかっていうと、結局ね一番初動がないんですよね、こういうデッキって。結局組み合わせ初動で動いていくことになってるんですけど、基本的にはこのデッキ2パターンの展開方法を一応用意していて、オットアイズアークペンデュラムドラゴンプラスバレット、エンタメントオートパイレットオットアイズバレットっていう、まあ、この2枚を用意するか、またはエンタメントジェントルードと、それからどれやこれ、エンタメントレディアンジュっていう、まあ、この辺のモンスターをうまいこと、集めていって2枚コンボでぶん回していくみたいな感じのデッキになってるんですね。で、その2枚を揃えるカードは結構その、天空の交際であるとか螺旋のストライクバーストであるとか、まあこういうカードでなんかそう揃えていくみたいな、あと頂点神竜オットアイズデボリューションドラゴンとか、こういうカードの効果でまあ揃えていくみたいな感じの動きになりますね。はい、ですね、ちょっと細かい展開はちょっとベッドの動画にするとして、とりあえずねこのオットアイズペンデュラムグラフドラゴンと、オットアイズボルテックスドラゴン、そして覇王黒竜オットアイズリベリオンドラゴンオーバーロード、このあたりの共演をね皆さんにお見舞いしていきましょう。マジでかっこいいから一回マジで組んだことない人はマジで組んでみてほしい。デュエルスタンバイ。戦いの殿堂に集いしデュエルスたちがモンスターとともに血を蹴る血を舞いフィールド内を駆け巡る、これがデュエルの最強進化系アクションデュエル。まずは天空の交際を発動。天空の交際は、ペンデュラムスケールにあるなんかエンタメとかオットアイズモンスターが効果の対象にならない効果を持っているので、そしてエンタメとペンデュラムマジシャンを発動。さらに天空の交際の効果によりペンデュラムマジシャンを破壊、さらに破壊された場合オットアイズカードを1枚手札に加えることができる、エンタメとオットアイズバレットを手札に加えていく。そしてペンデュラムスケールが破壊されたのでアストログラフマジシャンの効果を発動。このカードを特殊召喚し破壊されたそのカードと同盟のカードを手札に加えていく。ペンデュラムテーマはちなみに動画として取り上げるのは DD 以来なんじゃないかな。俺ペンデュラムテーマはめっちゃ苦手なんですけど頑張って勉強してきたんで、エンタメイトオットアイズバレットの効果を発動。デッキからエンタメイトモンスターかオットアイズを墓地に送る効果を持っている。これによってエンタメイトオットアイズバトラーを墓地に送り、オットアイズバトラーのモンスター効果発動。オットアイズバレットを破壊し自身を特殊召喚、そして破壊された場合オットアイズアークペンデュラムドラゴンの効果と
オットアイズバレットの効果を発動。バレットはペンデラムスケールにセッティングする効果。そしてオットアイズアークペンデラムドラゴンはオットアイズカードが効果で破壊された場合、デッキからオットアイズカードを1枚を特殊召喚できる。現れろオットアイズシンクロン。さらにオットアイズシンクロンとアストログラフマジシャンをリンクワーカーにセット。サーキットコンバイン、現れろヘビーメタルフォーゼエレクトラム。そしてヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果を発動。デッキから何らかのカードをエクストラデッキに加えて、そしてヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果を発動。エンタメイトオットアイズバレットを破壊し、エクストラデッキのアストロガルフマジシャンを手札に加えていく。そしてヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果に支援し、アストロガルフマジシャンの効果を発動。なんでこいつに対についてないんだろうねなんでこいつに対についてないんだろう。でアストロガルフマジシャンを特殊召喚。さらにデッキからこのターン破壊されたカードを1枚手札に加え、カードを1枚ドロー。強いじゃないか。そして螺旋のストライクバーストの効果によりデッキからオットアイズカードを1枚を手札に加える。現れろオットアイズペンデラムグラフドラゴン。さらにフィールドのペンデラムモンスターを含むモンスター2体でリーク召喚。現れろこれが最強新規モンスタービヨンドザペンデラム。ビヨンドザペンデラムのモンスター効果発動。デッキからペンデラムカードを1枚を手札に加えることができる。ちなみにこれは何でもペンデラムモンスターであればサーチができるぜ。ぶっ壊れカード。ちなみにこの効果の発動後ペンデラム召喚をしなければモンスターの効果でも発動することができないとかいうクソ重い制約がかかるが、あんまり関係ない。すぐペンデラム召喚するからな。揺れろ魂のペンデラム、天空にかけ光のワークペンデラム召喚。これやめないか。現れろ俺のモンスターたちよ。現れろエンタメイトペンデラムマジシャン、さらにオットアイズシンクロン。現れろオットアイズペンデラムグラッドラゴン。さらにオットアイズペルソナドラゴンも特殊召喚していく。そしてエンタメイトペンデラムマジシャンの効果、ヒートのカードを2枚まで破壊し、破壊した数までデッキからエンタメイトカードを手札に加えることができる。俺が手札に加えるのはエンタメイトオットアイズディゾルバーとエンタメイトドグロバットジョーカー。さらに効果モンスターをいっぱいリンクマーカーにセット。召喚条件は効果モンスターがいっぱいリンク召喚。現れろアポロウサパンツどうぞ。はい見えました、完全に。はい完全にパンツ見えました。そしてエンタメイトオットアイズディゾルバーをペンデラムスケールにセッティングし、このカードはペンデラム効果によって融合召喚ができる。エンタメイトオットアイズディゾルバーの効果を発動。自分の手札のオットアイズカードとそれからペンデラムモンスターで融合召喚。現れろオットアイズボルテックスドラゴン。さらにフィールド上に存在するエンタメイトオットアイズシンクロンの効果を発動。ペンデラムゾーンのカードを特殊召喚し、そのカードと自分自身を使いシンクロン召喚を行う。現れろウルトバロネス強え見よこの最強盤面。お楽しみはこれからだ。ターン終了。レディースエンドジェントルメン強すぎるだろ、強すぎるだろ。これゴールド元気なつぼ無効にしていいんじゃねえか。オットアイズペンデラムグラフドラゴンの効果、相手の発動した魔法カードの効果を無効にし、自分自身をペンデラムゾーンに置く。ちなみに儀式召喚していればオットアイズモンスターを特殊召喚できるが、ちょっと儀式召喚しないためそれはできないが、まあ別に大丈夫だ。エンドフェーズに儀式魔法を開始するという効果も使えるしな。あ、なに？フランダリーズかなこれ。このデッキ魔法カードの効果も無効にしてきゃいいんじゃねえか。いや大丈夫だ多分ね。こんだけ無効あったらなんとかなる。さあフルルとバロネスの効果、
フルルドバロネスの効果により相手が発動した魔法トラップカードの効果を無効にしていく。これ無駄に使いすぎかな。はい。まあ先行3,4,5,6,7妨害は超えられませんね。はい、これがエンタメデュエルだぜ。あー、反動はリト悪くないけど誘発はケアがなかなかできないみたいなところはある。ドクルバットジョーカー召喚、ドクルバットジョーカー効果なんかありますね。あ、ムラクモノオロチ、なるほど、ムラクモノオロチ効果いいでしょう。ムラクモノオロチはいいでしょう。なんだろう、あれが大ザキヤのデッキかな。まあ、割とね、大ザキヤのデッキでもね、結局ね、無効にする効果がいっぱいありますから。あ、でも大ザ召喚めんどくせえな。8死3200強いの。ちょっとね、ダイザ召喚からのぶん投げるとかは結構難しい、めんどくさいんですけども、まあ、とりあえずエンタメイトをレディーアンジーを手札に加えていく。必勝。必勝。必勝。はマジきしょいんだけど、これどこ止めてくんだろう。エンタメイトレディーアンジーとかいうカード込めてくるわけないから、まあ、ここまでは通るよね普通に。多分ペンデルム召喚できますこれ。まあ、サーチ体でなんかあるないね。オッケー、なるほど、結構通してくるね。これエレクトラムまでガメるタイプか。エレクトラムまでガメるタイプだったら嬉しいな。まあ、とりあえずオッドアイズ、バトラーをの効果を発動。エンタメイトジェントルードを破壊し、ジェントルードが破壊された場合の効果、デッキからエンタメイトを手札に加えることができるぜ。いや、これディゾルバーじゃねえか、これディゾルバーじゃねえか。相手のバラネスをなんとかして踏みに行くしかないんだよな。これワンチャンディゾルバー通してくれたらあんだよ。エンタメイト、オッドアイズディゾルバーの効果を発動。融合召喚を行うか、なんかあるか。通した、よし、よし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 。オッケー。いや、もう全然いける。通ったらもう余裕よ。通ったらこっちのもんよ。なんでこれは。あらあらら、オッドアイズ、ボルテックスドラゴン。融合召喚成功時効果、相手の特殊召喚された攻撃表示モンスターをバンする。さあ無効効果を使うか。バカめ、モンスターの効果を無効にする、効果を無効にする。オッドアイズボルテックスドラゴンの効果、エクストラデッキのモンスター相対をデッキに戻し、相手が発動した魔法トラップモンスターの効果を無効にし破壊する、強い。オッケーオッケー。でこっから俺はどうしたらいいんだ。やべえ、ちょっといつもの展開と違うから割とどうすればいいのか分かんなくなってるぜ。これエレクトラムだな、もう一回。まあとりあえず困ったらエレクトラム出しとけっておばあちゃんが言っていた。ヘビみたいなフォースエレクトラムのリンク召喚成功しこうだぞ。デッキから何らかのペンデラムモンスターをエクストラデッキに追加するぜ。でオッドアイズディゾルバー君、ちょっとスケール的に邪魔なんでどいてもらおうか。オッドアイズディゾルバーを破壊し、エクストラデッキのアストログラフマジシャンを手札に加えていく。そしてアストログラフマジシャンの効果、このカードを特殊召喚していく。そして特殊召喚成功時、登山に破壊されたカードを1枚手札に加えることができるが、破壊されたカード、ああそうか、見えるか、同盟カードが、まあ、ディゾルブはちょっと2枚入れるわけないんだよ。でね、まあ、2回使うこともないし、やっぱり全ても強いっちゃ強いからワンチャン2枚入れてもいいのかな。難しいですね、これに関しては。まあ、とりあえず、ビヨンド・ザ・ペンデラムを脳死出していく。まあ、エレクトラムからのビヨンド・ザ・ペンデラムをすることによって、まあ、大体 の, なんかそのペンデラムスキルが揃うんです。まあ、これで強引に展開していくスタイルですね、基本的には。ビヨンド・ザ・ペンデラムの効果。ビヨンド・ザ・ペンデラムの効果により、デッキからペンデラムカードを1枚手札に加えるというぶち壊れ効果。ちなみに、この効果の発動後、ターン、ペンデラム召喚をしないと、なんかターン白石まで、モンスターの効果を発動できるっていう、思い性がかかるぜ。そして、オッドアイズアークペンデラムをペンデラムスケールにセッティング。そしてレベル7から2のモンスターが同時に召喚可能。入れろ魂のペンデラム、天空に描け光のワーク、現れろ俺のモンスターたちよ。オッドアイズバレット、バトラー、さらにアストログラフマジシャン、さらにオッドアイズペンデラムグラフドラゴン、エンタメイトペンデラムマジシャンの効果を発動。フィールド上のペンデラム
カードを破壊することによってデッキから、好きなエンタメイトカードを手札に加えることができるぜ。破壊した数までな。そしてオットアイズシンクロンとこれディゾルバー行ってるからな、ディゾルバー行ってるからちょっとこうするしかねえ。そしてディゾルバー全部行ってるからちょっともう4台優先するしかねえやもういいや、十分強いだろ。現れろパンチラを皆さんにお見合いしまーす。よく活目せよ。トゥ、完全にパンツ見えました、ね、今完全にパンツ見えた俺だけこれスキル張る必要もないな、これ一旦これでエンドでいいんじゃねえか。まあ十分でしょう。アポロウーサの効果をめっちゃいっぱい無効にするっていう効果と、オッドアイズボルテックスの効果で何でも効果発動無効破壊と、オッドアイズペンデラムグラフドラゴンの効果によって魔法カードの効果無効にしてるぜ。さあ圧倒的最強盤面、これで456妨害だぜ、最強だぜ。まあ、実質バロネスを無力化できたのがでかいね。さあオッドアイズペンデラムグラフドラゴンの効果、魔法カードの効果を無効にし自身をペンデラムスケールに置く。儀式召喚していればその後オッドアイズモンスターを特殊召喚できるが、儀式召喚していないからこの効果は発動できない。ちなみにエンドフェーズに儀式魔法を察しながら自分の手札に加えるっていう効果もあるぜ。静電の水使い、無理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 、全然無理全然無理もう全然無理、無理すぎる、あまりにも。やめて一滴は OK で、ムラクモのオロチ、あ同一チェーン上だからってこと。いや村雲は別にスルーでいいんじゃねえか、村雲スルーでいいだろ。いやこれ一回ね、無効効果温存した方がいいんだよね。やっぱある程度その相手の効果は見極めて、マストカウンターどこかっていうのを見極めていかないといけないから、オットアイズボルテックスを脳死で使うと負けるんで、オットアイズボルテックスの使い道は結構大事。でもこいつ守備高いから意外と打点で抜けないけどね、村雲では。アポロさん抜かれるわ、めんどくさ、しょうがねえ、これはしょうがねえ。あの手札が2枚、何か分かんねえから、あの手札2枚分かんねえから1枚無効にできる。ちょ2回なんかやばいカード発動されたらやばいけど、もうやばい。よし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 、オッドアイズペンデラムグラフドラゴンの効果、儀式魔法を手札に加えながらこのカードを手札に加えていく。これでね次のターンに儀式するっていう感じのデザインになってますこのカードは。そしてああいいね、割といいよ、何でもできそうだよ。とりあえずドクロバットジョーカーは脳死で召喚し、ドクロバットジョーカーの効果を発動。ドクロバットジョーカーの効果により何らかのエンタメイトまたは、オットアイズカードを手札に加えていく。結構何でもいいですけどね、これね、はい、割と何でもいい。そしてオットアイズアークペンデラムドラゴンもペンデラムスケールにセッティング、さらにオットアイズシンクロンもペンデラムスケールにセッティング。そしてエンタメイト、オットアイズバトラーの効果、オットアイズシンクロンを破壊し自身を特殊召喚。そしてオットアイズカードが破壊された場合、オットアイズアークペンデラムドラゴンの効果、エンタメイト、オットアイズシンクロンを特殊召喚、そしてエンタメイト、オットアイズシンクロンとエンタメイト、オットアイズバトラーでシンクロ召喚。現れろオットアイズメテオバーストドラゴン、効果発動、ペンデラムゾーンのカードを特殊召喚。現れろオットアイズアークペンデラムドラゴン、そしてドラゴン族レベル7モンスターに対してオーバーレネットワークを構築。二色のマナコの竜、その黒き激鱗を震わせ歯向かう敵を殲滅せよ、エキシーズ召喚、いでよラクダラ、怒りの瞳輝けし竜、覇王国竜、オットアイズリベリオンドラゴン。そしてオットアイズリベリオンドラゴン一体でオーバーレネットワークを再構築、エキシーズ召喚、オットアイズリベリオンドラゴンオーバーロード。このモンスターはランク7のエクシスモンスターを素材としている場合、バトルフェル中に3回攻撃をすることができる。バトルフェイス反逆のストライクディスオベイ、反逆のストライクディスオベイ、飛行ジャム6番のローチの効果、その効果をオッドアイズボルテックスドラゴンの効果により無効にして破壊していく。待ってろ村雲が、コストは何でもいいぜ、ゾルバでも戻しよっか。反逆のストライクディスオベイ、反逆のストライクディスオベイ、オッドアイズ
四連打つえつえ。いやいいわ、オッドアイズかっこよくてさ、なんかさ、なんていうのかな、テンションが上がるよね、使ってるこのこっちからしてもさ、なんかやっぱさ、バリアンツだ出た、バリアンツ出た。ちなみにこのテーマ、またちょっとこのテーマはまだ動画にしようと思ってますが、このテーマは遊戯王ではなくてね、将棋です、はい、まるで将棋だなデッキと言われてますねマジで別ゲーなんだよな、完全に急に別ゲー始まるんですよね、このテーマ。ポジチェン来た。いやなんか好きに動かれてるね、これ。いやどこまで行くんだろうな。ちなみに僕の構築だとマジで対話競技になる、対話競技場面になるんですけど、これどういう場面を作っていくスタイル、これ何にしてもいいんですよね。バリアンツって、まあ、またちょっとこう動画にした時に言いますけど、そのペンデラムスケールから前に出るっていう特殊召喚効果があって、なんかその効果を駆使してなんか移動したりして戦っていく、まあ遊戯王ではなくてボードゲームと言われてるテーマなんですけども、マジで急に始まる別ゲーとか言われてますねわけわかんないテーマでありますね、はい。まあ、藤井聡太さんが好きそう。やべえ、なんかちょっと目離してる隙になんかすげえ場面になってんな。なんかわけわかんないけど、なんかいっぱい展開してるぞ。アストラム強い。まあ、でもアストラムはなんとかなんじゃねえか、さすがに。アストラム対象にならず効果では、あ、じゃあ対象にならずに、攻撃対象にが攻撃しかできないと。マスカレーナね、はい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 、マスカレーナ、魔法族の里、大丈夫だ、魔法使い族いっぱいいるわ。フォッシルダイナパキケファロ、無理じゃねえ、それこれはいいんです。このカードがモンスターなので、お互いにモンスターとしたらいいんだ。え、これやば、え、これアストラムにしか殴れないんでしょ、無理じゃね、どうすんの俺、これどうすんの俺え、これ僕どうしたら勝てます、とりあえずバレット召喚してみます。召喚はできるんですよね。でこれで僕魔法カード使えるようになりました。これで魔法使えるんです。魔法族の里はぶっちゃけあんまり意味がねえ。エンタメイト、オッドアイズ、バトラーを、あれおかしいなバトラーも発動できないぞ。ペンデラムスケールにセッティングしていく。ペンデラムスケールを持ってくることもできる。オッドアイズ、エボリューションドラゴンの効果、500ライフを払って、スケールを持ってくるが、特殊召喚ができないために何も起きないえ、マジでどうすればいいの、なんかカード何も光んないんだよえ、なんか普通さ発動できるカードなんか黄色くなるじゃん、なんかカード何一つ光ってないんだよ。何この激キモデッキ、これがエンタメデュエルってやつ。